はい、こんにちは。日本改革党靴沢でーす。終戦の日、メール党員懇親会再募集は定数に達しましたので、締め切らせていただきます。なんかバタバタして、申し訳ありません。今日は実は、胃カメラを20年ぶりぐらいに飲んできまして、検査受けてきまして、私、胃腸と根性が悪いもんですから、あと貧血か。ここがまだね、違和感っていうか痛いです。はっきり言ってこう突っ込まれて、こうギューって押し付けられてるのがなんかゴロゴロ物詰まったみたい。あとは今の胃カメラの検査って鎮静剤と鎮痛剤使うんですね。それが結構ですね、効いちゃって、ぼーっとしてますけれども、なんかろれつも回んない感じですね、今でもね。今日はテンション低くお送りして、でね、静脈確保っつって、点滴をするんですけど、まあ留置針っていうやつ腕に、入れて、んで鎮静剤鎮痛剤、じゃあ入れますみたいな、やるんですけど、それができなくてね、私、ここ失敗して、ここ失敗して、まあここで3回目にやっと成功したんですけれども、抗がん剤の治療で静脈潰れちゃってですね、そんで一箇所失敗したら3人になったんですよ。でこっち失敗したら5人になったんですよ。わ、群がってきちゃって職員さんでね、2人がですね、右手と左腕同時にね、いい血管ねえかって探すんだけど、こうねじんのね、こんなのあったり、こんなのあったり。で、両方で、こんなの、こんなのあったりなんかして、ちょっとおかしかった、であります。で、今日は、そういうわけで、鎮静剤、鎮痛剤。あとは、検査やってる間に、やっぱ、ここに、酸素、血中酸素を測るやつ、クリップ、が反応しなくてね、私、貧血なもんで。で、手つま、触った、お医者さんも、冷たい。かなんか言っちゃって、鎮痛剤、鎮静剤注射すと、血圧ドーンって下がることあるんで、それ心配したみたいで、そこでもまたバタバタ。違うんです。これ生まれつきの貧血なんです。私、手いつも冷たいんですって言おうとしたんですけど、口に、はめられちゃってて、喋れませんでした。なんだかなーっていう。自民党松川るい参議税金で行くオフランス旅行に次女を同行させ、在仏大使館に面倒を見させていたことがバレ再炎上。この人バカなんすかね。随分甘ったれた人生送ってきたみたいですね。52歳だっちゅうけどよくまあって、思いました。明日4日、総理記者会見予定だそうであります。ほんでですね、内容ももう漏れてんですけど、来年秋の現行保険証廃止は予定通り行うからって発表する予定だそうであります。世論です。強気でいけ、パイを噴し、今すぐ廃止でもいいぞ。誰や延長する言うたアホは。そんな話あったの。観測気球じゃないですかそれ。前倒しで廃止しろメガネ不正利用を企む悪を許すな。国民の7割は取得済みなんだし全然いける。言いがかりのせいでこういう会見を開く羽目に。まあね、テレビがリーダーですけど、言いがかりのね、難癖のね、リーダーですけど、記事を読む限りですね、延期するとかえって混乱するからであるとか、トラブル対策するからさーみたいな、後ろ向きな延期はしないって発表になるみたいであります。パヨとテレビが難癖嫌がらせに手当てしないとってことですかね。でね、情弱の自民党議員もテレビバーカ見てるもんで、保険証廃止評判悪いみたいですよ。なんか言い訳しといたらどうですか。そういうことなんだと思いますけれども、マイナンバーカードを取得していない人などが保険証の廃止後も一定期間は必要な診療を受けられるようにする資格確認書をより効果的に活用。資格確認書って仮保険証みたいなもんでしょうか。したら変わんなくね、今までと。
おかしいな、来年秋から保険証じゃなくて資格確認書の貸し借りが始まるみたいだなって、廃止後も一定期間はっていうけど何年ぐらい想定してんだろうねこれね、テレビ洗脳で頑なな高齢者もですね、まあ、周囲が徐々にマイナ保険証に切り替えてって病院でそういう光景が当然になったら由来で俺もつくかなってなんじゃないのかな、マイナカードは信用できないってこのテレビに洗脳されてる高齢者さんも、資格確認書を支える期間は使える期間は短ければ短いほど不正防止になりますね、来年秋から不正がやりにくくなったで共産党の勢いがだだ下がったっていうと、面白いんですけどね、笑うんですけどね、アホの東京新聞、お面でマイナカード顔認証を突破できたわなんていうっすね、マイナ保険証は不正利用防止のためって、言ってたけどダメじゃん、政府批判、まあこれ言いたかったんだろうないう感じなんですけど、世論でありです。バカじゃねえの不審者でしかないわね。それ、病院の窓口でやるのそんなことまでして、妨害したいの。一瞬で警察来るわ。犯罪やる気満々やな、こいつら。こんなことしてたら、精神科に回される。東京新聞的には、違和感がないんだろう。医者が来るならできるって話と。この記事、犯罪教唆してませんかね、共産党の病院が別室に、読み取り機設置すればお面つけてすり抜けも可能ですね。全国的にそうしろって呼びかけてんじゃねえこれ、病院職人が、肉眼でですね判断するだけじゃなかったんだ、顔認証を受けないといけなかったんだ、そのマイナカードの保険証の認証に、病院行くたびにいちいち顔認証させられるなら不正利用がこんなんですな。最初の1回とかじゃなくて、まあ時間かかるから最初の1回になんのかな、猛烈に反対するわけだわな、毎回マイナ保険証を持ってこさせればひょっとしたら病院が各自で作ってる診察券不要なんじゃないか。診察券ってカルテを呼び出すもんですもんね、ためにあるもんですもんね、マイナンバーでカルテ呼び出せるようにすりゃ、いいんじゃないか、連結すりゃいいんじゃないか。東京新聞はですね、不正できるじゃん、マイナ保険証はダメだダメだダメだって言いたいようですけれども、じゃあ指紋認証もつけよう、いずれは交際認証もってなりそうな、10年後ぐらいはですね指紋認証その他で保険証自体がなくせるんじゃないか、そういう可能性すらありますね、病院の窓口でですねなんかピッて押し当てて、あどこそこの誰それさん、国保税ちゃんと払ってんなみたいな、そういうのね分かっちゃって、で指紋だとなんつうのかな、この指なくなっちゃったらその事故かなんかで、認証できないっていうんだったら交際、10本ともどれか一致すればいいとか、瞳で交際で網膜の血管で認識するのもどれが当たればいいっていうんですね。で指10本ともなくなっちゃって目も両方潰れちゃったなんていうと認証できなくなっちゃいますけれども、そうなったらそれどころじゃないっていう、保険どころじゃない、目が潰れちゃって、指も10本全部ねえ、それどころじゃないってなりますから、まあね私はいいんです、病院の窓口でピッてやったら、どこそこの誰それさん、以前はこういう病気で薬やこういうのもらってる、ババババババって情報を呼び出せるようになっても私はいいんです、真面目な人には全然関係ないことだと思います。不正利用しようとしてるやつが困るだけでね、オール沖縄と言いつつ県民も国民も数少ない連中が歩道を違法に占拠して辺野古基地反対座り込み用にテントを設置しておりました。こんな感じ、臭かったんだって、なんかねバケツにね
糞尿だって、臭かったんだって異臭を放つ。台風6号沖縄県直撃でこんな感じになっちゃったみたい。何もかも吹っ飛んでますね。基地反対派台風6号は寝とうよと叫び事なきを得た。得てないんですけど、世論です。汚ねえ粗大ゴミだろ、片付けろ。座り込みしてないんだからテントも必要ないだろ。座り込み0日にリセットしないと今のうちに撤去してしまい、台風ぐらいで座り込みを休むなよ台風でもやれっていうのがっていう、沖縄県警は違法建築なんだから逮捕しろよ。台風6号で沖縄県の3割が停電っていう大被害になったみたいであります。沖電しっかりしろって感じなんですけど、82歳女性、内輪で暑さをしのいでいる。寝つけない上に冷たい水さえも飲めない。そっか、冷蔵庫も電気止まっちゃうもんね。この時期の沖縄で冷房止まると厳しいですね。異臭を放つ違法テントだけなぎ倒されればよかったんですけど、まあそれ都合よくはいかないですね。戦後の焼け野原ですね。駅前に居座ってとうとう土地を我が物とした連中がおりまして、居座りと違法テント設置はそういう連中の伝統芸ですね。伝統芸。沖縄県警本気出せば違法選挙で逮捕と撤去できんのに、なんでやんねんだ。体制に余ったれたパヨどもはどこまでもどこまでもつけ上がる生物と、なぜわかんないのかな。バカで幼稚なんだからあいつらは、どこでもどこまでもつけ上がりますからね、バカで幼稚なんだから。警察官が地元でやりにくいって言うなら他県からね派遣して逮捕しまくりゃええのになー、思います。何にせよ辺野古のテントぶっ壊れてよかったなーって。これで連中ストレス感じて風邪でもひかないかなって思っております。何せ私は胃腸と根性が悪いもんですから、あと貧血共産党外国人の人権労働強制に関する委員会第1回会合開催。これ共産党内部でそういう会作ったみたいなんですけど、保釈中の不法滞在者の医療費を国が負担しろ、不法滞在者の子供や家族に特別滞在許可を出せ、なんていうですね、ずずしい要求を実現させるべく全力で戦いたい、だそうで。そんな可哀想だったら共産党が面倒見りゃいいのになって思いますけれども、世論です。日本人の人権を優先せえよ。不法滞在者は強制送還でお願いします。革命のための道具にしようとしている。クルドは極左の先兵ってことが、なんで雇って全部外国人とズブズブなん。むしろ不良外人によって善良な日本人の人権が脅かされているんですが、やはり共産党は完全に潰さないと。日本の文化、皇室、国籍、国境、国家を破壊するための政党なんだから当然と。そりゃ消えた方がいい政党って言われるわな。日本の伝統、文化、階層、秩序を破壊すると。なんかそれ革命論であるみたいですね。まずそれやれと。で、混乱したとこで、混乱に乗じてどさくさで、権力を握れ。なんか革命マニュアルにあるみたいでね。試験です。なんで有権者の日本人より外国人のためにエネルギー使うんだ。奴らは票を持ってないぞっていう疑問がすぐに湧き上がるんですけど、それって不破哲三93歳の指示なのかな。目的第一、日本を破壊するために治安を悪くしたい。目的第二、クルド人を共産党の私兵にしようとしてね、革命の道具にしようとしてね、かつての朝鮮進駐軍のようにね、戦後全国で暴れ回って暴れ回りすぎて、とうとう GHQ を切れさせて、切れた GHQ が財産没収解体した朝鮮進駐軍は、共産党の指示で動く下部組織、もしくは同盟関係だったんですわ。同盟関係だったんですよ。ウィキにも載ってますっていうか、ウィキで知ったんですけど、夢をもう一度、自分らと違ってですね、若くて元気なクルド人を暴力革命の先兵にすることを夢見てんのかな。今のうち仲良くズブズブになっといて、自分らはほら高齢化で暴力革命なんてとてもとてもっていう状態じゃないですか。杖がないと歩けない
とかですね、そういう状態じゃないですか。あの火炎瓶投げても5メーターでポトリと落ちるみたいな、そういうような状態じゃないですか。自分らは年取っちゃって、だからあの若くて生きのいいクルド人、なんかすぐ群れてすぐ口論して切れやすくてみたいな、そういうね、人らを利用しようとしてんじゃないか、日本人向けの活動より外国人イコール支持率上昇は諦めたと票になることは諦めたと、維新なくなった方がいい政党じゃなくて、あの共産党はですね、日本人の敵なんで積極的に滅ぼすべき、機会を逃さずね、皆様もお手伝いしてくださいよ、悪の限りを尽くした朝鮮進駐軍は共産党の下部組織だったってお知り合いもしくはネットで拡散して、くださいよ、これはウィキにも載ってる事実なんですしね、それが皆様のお力添いでお知り合いにそっとつぶやくだけで、絶大な効果ありますんでね、皆様もこういう連中にとって都合悪い事実を広めることが滅ぼすことにもなりかねますんで、なりかねません、なりかねます、なりかねます、おかしいな、なりますんで、ということで、鎮痛剤鎮静剤でなんか頭がぼーっとしている靴沢で、ありました。デトックスジャパン。